どんでん、投手による専属捕手やめる。配分どうするんやろ、半々でいくのか。去年の逆に組むみたいなのも見たで、ミックスされたら配球の癖なくなってええかもね。シャッフルするんちゃの。ダメダメなら戻せばいいし。交流戦くらいまでなんだかんだで負け試合にいろいろと試すやろな。今年戦力外くらいそうな選手の最終テストも4月の間にやるやろな。2枚いるっていうのがやっぱり心強いな。今年は梅野がやってくれるだろう。門別の使い方とか試したいこと山積みやろね。去年の組み合わせ良かったと思うけどな。坂本の防御率がいいみたいなデータあったから逆にして裏付け取ってほしい。これもどんでんの作戦なんやろうな。ご視聴ありがとうございました。阪神の有益情報や過去スレ比較などを発信していきます。チャンネル登録お願いします。